アメリカ・ロサンゼルスの中心部で16日、大きな爆発が起き、消防士11人が火傷を負いました。消防当局によりますと、火災の通報を受けて駆けつけた消防士が商業施設内に入ったところ、突然爆発が起きたということです。現場では可燃性のガスを使用していたということで、爆発の詳しい原因を調べています。